アスリートたちのドラマを伝えるアスリート G。 今日のアスリートは松本山雅 FC のミッドフィルダー岩上雄三選手。彼の選んだキーワードはゴール。今年は勝負の年だと思ってるんで、まあ、ゴールっていう結果にこだわってやっていきたいのと、2つ目はゴールにつながるプレーアシストをしたいで、3つ目に攻撃にを作れるようなプレーをできればいいかなっていうのでゴールにしました。今シーズンは試合開始もわずか8秒でゴールを決めるなど、すでに記憶と記録に残るプレーも。そんな彼がピッチで大事にしていることとは。ファーストタッチを僕は大事にしてます。最初にボールをどこに置くかで全てのプレーが決まってしまうので、そこはしっかり自分の蹴りたいところに置くようには考えてます。ここで岩上選手のプライベートの ING、 この中から一つ教えてください。はい、楽しんでいるです。まあ、暖かい時に自転車でサイクリングしてます。目的地を作らず自分の行きたいところに行って、まあ、いろいろ考えながらリフレッシュして、また次の試合に新しい気持ちで臨めるっていうので、まあいい気分転換ですね。今シーズンは所属していた湘南ベルマーレへ戻る道もある中、山鹿への完全移籍を選択。決め手となったのは去年7位だった悔しさとサポーターのこの言葉。残ってくれっていうのがやっぱ一番印象に残った言葉ですね。いつでもゴールに向かう姿勢をサポーターの皆さんには見せたいですし、なおかつゴール決めてサポーターの皆さんと喜びたいなっていうのは今年は考えています。